キャロリン・ジャニース・チェリーはアメリカ合衆国の SF 作家でファンタジー作家。筆明の CJ ・チェリーでよく知られている。1970年代中頃から60以上の本を出版しており、9号賞を受賞したダウンビローステーションとサイティーンが有名。どちらも同盟から連合宇宙シリーズに属する。性に発音しない H をつけて筆明にしたのは、 最初の編集者がチェリーではあまりにも恋愛小説家のようだと感じたためである。また、ファーストネームとミドルネームをイニシャルにしたのは女性であることを隠すためだった。ミドルネームの発音は D に S で後半にアクセントがある。彼女にちなんでチェリーと名付けられた小惑星が存在する。NASA のジェット推進研究所はこれについて 人類が、後生間で生きるように成長する様を想像し、それによって、我々を星々へと駆り立てたとしている。1942年、セントルイスに生まれ、オクラホマ州ー,ートンで育った。10歳頃から物語を書き始め、好きなテレビ番組は、フラッシュゴードンだった。1964年、オクラホマ大学で、ラテン語の学士号を取得。同時に、考古学、神話学、 工学史なども学んだ。1965年、ボルチモアのジョンズ・ホップキンス大学で、西洋古典学の修士号を取得。卒業後オクラホマシティの高校で、ラテン語、古代ギリシア語、古典、古代史などを教えた。担当した科目は、ラテン語だったが、むしろ、ローマや古代ギリシアの歴史、宗教、文化を教えることに情熱を注いだ。夏休みには、イギリス、 フランス、スペイン、イタリアなどに学生を連れて行き、遺跡ツアーを実施した。空いている時間には、ローマ神話やギリシア神話を題材にした未来の物語を書いた。当時、SF 作家になるにはまず専門誌に短編小説を掲載し、それから長編に取り組むのが普通だったが、チェリーはそのような道をたどらなかった。実際チェリーは何冊かの長編小説が出版されてから、 初めて短編を書き始めている。チェリーは教師の仕事の合間に書きためた長編小説の原稿を直接出版社に送った。当初はほとんど成功しなかった。出版社は彼女が送った原稿を紛失することが多く何度も書き直す羽目に陥った。原稿のカーボンコピーを見て打ち直した方が、副写機でコピーするよりも安上がりで、遂行の役に立った。 1975年、ドナルド・ A ・ウォルハイムは、彼女が DAW ブックスに送ってきた二つの、現行ゲート・オブ・イベレルと、ブラザーズ・オブ・アースを買い取った。二つの長編小説は1976年に出版された。これによって、注目を集め、1977年の、ジョン・ W ・キャンベル新人賞を受賞した。全作品が、 D.A.W. ブックスから出版されたわけではないが、初期は、ウォルハイムとの結びつきが強く、しばしばニューヨークに旅をしては、ウォルハイムの自宅に滞在した。他にも、バエンブックス、ハーパーコリンズ、ワーナーブックス、ランダムハウスから、長編小説を出版した。1970年代には、上記2冊の他に6つの長編小説を出版している。 1979年、短編、カッサンドラで、9号賞短編小説部門を受賞。これを機に教師を辞め、専業作家となった。なお、9号賞長編小説部門は、ダウンビローステージョンとサイティーンで受賞している。彼女自身の架空世界構築に加え、チェリーはいくつかのシェアードワールドアンソロジーにも、作品を提供している。例えば、シーブスワールド。 ヒーローズ・イン・ヘル、エルフック・ウェスト、ウィッチ・ワールド、マジック・イン・イスカー、チェリー自身が編集した、メルビン・グン・ナイツといったシリーズである。作品には、SF やファンタジーの様々なサブジャンルのものがあり、短いノンフィクションもある。作品は、チェコ語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、ラトビア語、ポーランド語、ポルトガル語、 ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語、スペイン語、スウェーデン語に翻訳されている。また、いくつかのフランス語の作品を英語に翻訳している。21世紀初頭には SF 及びファンタジーの作家で、画家のジェーン・ファンチャーと共に、スポケーン近郊に住んでいる。趣味は、スケートと旅行で、定期的に SF 大会に出席している。兄弟のデイビッド・エイ・チェリーは SF 及び、 ファンタジー分野で活動する画家である。ジェリーが使う技法を彼女自身は非常に強く制限された三人称、強烈な三人称、強烈な内なる声などと呼んでいる。この手法では書き手は視点となるキャラクターが気づいたり考えたことしか書かない。例えば、ある宇宙船の船長がとある宇宙ステーションに到着した時、地の文ではその船長がよく知っていることは、 たとえ重要であっても、読者には興味深いことであっても書かない。なぜなら、その船長はそれらのことをよく知っているので、それについて驚いたり考えたりするはずがないからである。これは、視点となるキャラクターの心を読んでいるかのような、経験を与え、意識の流れを語っているようなものである。その作品は多様であり、SF やファンタジーの特定のサブジャンルに分類することは難しい。 チェリー自身も SF とファンタジーを分離して考えてはおらず、細かくサブジャンルを分けることには反対の立場である。これについてチェリーは次のように書いている。このように分類して、まるで別の種であるかのように互いに相手を軽蔑するようなことは好きではない。いいえ、いいえ、いいえ。私たちは一つの生き物から出発した。彼らに染みがあるかどうかは気にしない。 私たちはまだ同じ種類の猫なのだ。それにもかかわらず、チェリーの作品は SF やファンタジーの個々のサブジャンルの典型と言われることが多い。チェリーのファンタジーは特に分類が難しい。イールドウッドシリーズやフォートレスシリーズといった作品は紛れもなくハイファンタジーである。また、ヒロイックファンタジーも手掛けているということで、チェリーはソーズメンソーサーズ。 キルド・オブ・アメリカのメンバーにもなっている。しかし他にはもっと懐疑的、あるいは魔法が全く存在しない、ローファンタジーとして、ザ・パラディンなども書いている。実際、チェリーのロシアンシリーズは、歴史ファンタジーとでも言うべきもので、魔法的な力の危険についての教訓話として読むことができる。1996年の作品、ロイス・クラーク、A ・スーパーマン・ノベルは、 テレビシリーズとのタイアップであり、スーパーヒーローものと恋愛ファンタジーの融合である。短編集サンファルは、週末ものである。シェアードワールドのシリーズメディビング・ナイツは、剣と惑星ものの伝統的スタイルを踏襲している。1981年のウェーブ・ウィズ・アウト、英書はテクノロジーよりも、哲学的な関心が高い、いわゆるソフト SF の一種である。2004年のフォージ・オブ・ヘブンは、 ポストサイバーパンクから多くの影響を受けている。また、ホラー小説の要素を取り入れた作品も多く、ボイジャー・イン・ナイト、フィニステレシリーズ、ロシアン三部作などがある。チェリーは、言語学、歴史、考古学、心理学といった知識を背景として、極めて写実的に架空世界を描く。チェリーの少女作の序文で、アンドレ・ノートンは JRR トールキンと比較し、 このゲート・オブ・イベレルのように物語にのめり込んでしまったのは指輪物語を読んで以来だと書いている。また彼女の科学と民話の混合はトールキンやジーン・ウルフに匹敵する知的な深さを小説に与えているという書評もあった。ジェリーは最もらしい地球外生命の文化、種族、予想を生み出し読者に改めて人間の本質を考えさせる。 チェリーは構築した世界を説明せずに暗黙のうちに示すため複雑さと写実さが際立ち賞賛されることになる。また、異なる言語間で概念を翻訳したり説明することの難しさを描いている。その最たる例はチャーナーシリーズとホリナーシリーズである。チェリーは小説の中の異星人社会を生み出すプロセスをその社会についていろいろな質問を考え、 その答えが異星人の文化の様々なパラメータを反映するように考えることだと述べている。チェリーによれば文化とは生物が環境に反応し暮らしをより良くすることである。知的異星人種を詳細に描くにあたってチェリーは以下のことが重要だとしている。チェリーの描く主人公は既存の社会の構造や基準を守ろうとし敵は利己的な目的で 既存の社会秩序を利用したり、破壊しようとしたり、大きく変えようとすることが多い。また、アウトサイダーが社会での居場所を探し、個人が互いにどのように関わっていくかをテーマとすることもある。軍事や政治をテーマとする作品もある。多くの作品の定流にあるのは、性的役割の探求である。ジェリーの描くキャラクターは性別に関わらず、長所も短所もさらけ出すが、 女性主人公は特に有能で決断力があることが多い。さらに、チェリーの描く男性は、肉体的、または、精神的なドラウマを抱えており、精神、そして記憶に何らかの障害があることが多い。ダウンビローステーションのジョシュタリー、マーチェンター、エスラックのサンダー、リムランナーズの NG コトラミー、トライポイントのトーマス、サイティーンのジャスティン・ワリックなどが例として挙げられる。 ヘビータイムの男性主人公は親友である女性が殺される現場を目撃して発狂する。ありがとうございます。